AKB48 の岡田奈々との交際が報じられた俳優の井野裕貴が24日、自身のインスタグラムを更新し、謝罪した。井野は、この度はご迷惑やご心配をおかけしておりますことをお詫び申し上げます、と謝罪し、様々なご意見をいただき深く受け止めております、と伝えた。そして、日頃より応援していただいているファンの皆様をはじめ、関係者の皆様に対して一つ一つのお仕事に精進していくことが私にできることだと思っております、と綴った。19日に一部週刊誌にて交際が報じられた井野と岡田。その後、23日に岡田は自身のツイッターにて、週刊誌の件でお騒がせしてしまい多大なるご迷惑をおかけしたこと本当に申し訳ありませんでした、と謝罪した上で、自分なりによく考えしっかりとけじめをつけることに決めました。AKB48 を卒業します、とグループからの卒業を発表。卒業時期は未定だが、文末では、ファンの皆様メンバーのみんなこんな人間でごめんなさい、と改めて謝罪の言葉を綴っていた。